い、レオンチャンネルです。結構いろんな人からレオンさんがバンダイキャンディスタッフブログを見てない間に TO さんが2回とかブログを更新してますよ、早く見てくださいっていうコメントが多くて、見ようっていうかなぜか見てなかった。そうかいつだ、14日、この間のビルドの放送に合わせてまずボリューム20の食玩ビルドファクトリーが更新されてて、発売直前ソフビール、これもう買ったんですが、これはまあレビューするとして、もう売ってるやつですね、ソフビヒーローのビルド系が出て、どれ、ビルド6のラインナップ公開開始。そうね、この間ついにグリス登場したから、潰れる流れる溢れ出るです。げえ、グリスの騒動もめっちゃお金かかってる感あるね。腕回りとかこれ全部塗装で再現だよね。クリアパーツめちゃ使われてるし、ロボットイングリス、グリスの肩アーマーがあれなんだ、ゼリーのチューブ形状になってるんだ。そっかそっか。というかグリスなんかこの頭部横から見ると変わってるね。で胸パーツとか頭部全部クリアで表現されてて、ここの辺塗装だよね。シール箇所とかはクローズチャージと同じ感じかな。てかこうやって見たら食玩ってわかんないし、ほぼほぼ BCR みたいな造形に見えますが、今回も要は騒動方式で発売するって感じなんですよね。心の火、進化だ、進化を燃やしてぶっ潰す。これどういう意味なんですかね、やたら言いますけど。ソードシンジオラマ公開です。本日はグリスの紹介後、このジオラマについても紹介します。なんかプレ版とかでも発売するの。クローズチャージのいいところを完全踏襲。さて本題のグリスに戻りましょう。正直こだわってるところはクローズチャージとほぼ一緒じゃないかというところで、もちろん彼も同じく騒動方式を採用しています。アーマーとアクションボディに分かれてて全然いいよね、これでね。こんなに高クオリティのものを出してくれるんだったら。ゼリーパーツは言うまでもなくクリアですし、なんか変身エフェクトもかっこよかったよね。で今回もクローズチャージ同様にクリアパーツの上から複眼カラーが塗ってあると。で胸部分もまんまクリアになってて、でもこの辺のベースカラーとか塗装だね。目の表現もクローズチャージで撮った方式を踏襲しております。すごいな、このアップ画像とか。もう騒動のクオリティは後に引けない感じになってますよね。でアクションボディには素体ヘッドが入ってると。変身の瞬間を再現できるのはいいですね。とまあ大体トピックは同じですが、逆に言うとビルド5において非常に気合を入れたキャラクターであるクローズチャージと同じぐらい気合が入ったグリスが次弾でラインナップされていること、そして出来栄えとしては超絶かっこよくできたこと、それ自体が彼の最大のポイントになっております。クロスアーマー付属の台座はグリスをイメージしたゴールド仕様。おー、これまで全部黒統一でしたからね。では最後に新スタジオの薄暗さを存分に活かした写真を見てみましょう。薄暗い感じだとクリアパーツがより映えるのかな。はい、こんな構えポーズだったり、腰落としポーズにスラッと立たせて振り向きポーズ。相変わらず画像多いですね。あ、この台座いい感じだな。でアクションポーズ、蹴りポーズにアップ目の構えポーズ、ちょっと調子に乗って暗くしすぎてしまった写真もありますが、でビルド5のスクラッシュドライバー使用者同士を並べるとこんな感じ。沢渡りとかもどんどん変身するたびに凶暴化していくのかな。今のところ割とちょっとクールめのキャラで、見たんだみたいな突然のねキャラ崩壊がありましたが、でも明日の放送で早速龍河はもう凶暴化してましたよね。登場してまだ2話3話であんなに性格が凶暴化すると今後どうなってくんだろう。ネビュラガスとか危険すぎる本当に。でもリスクのある変身ベルトって好き。でもなんか一番個人的に衝撃的なリスクはあれ、
仮面ライダーゼロノスのゼロノスベルトのゼロノスカードね、自分の周りの人の自分に関する記憶を消費して変身するっていう、あれほど恐ろしいなんか孤独になる変身ベルトないですよね。なんか見てた時に、いやこれはかわいそすぎるだろみたいな、当時衝撃的だったな。この騒動ジオラマはエグゼイド時代から HM さんという別会社の方に制作をお願いしているんですが、実際に作業されている H さんは騒動が大好きで、毎回クオリティの素晴らしいジオラマをとてつもないスピードで作ってくれます。なんか発売するとかそういう感じじゃないんだ。うわすごっ、こういうの出てほしいな。すごっ、予想以上にかなりしっかりとした作りのアイテムで撮影してるんですね。で次、もう一個更新されてるけど、ガーディアンだよ、ガーディアン。すごくない？18日、おとといかな、更新されてて、久々の豪快！総動仮面ライダービルドアクションガーディアンズの画像を公開します。そもそもガーディアンの種類が非常に多いことと、いろいろなガーディアンの形態を再現するために、いつもよりちょっとややこしい構成ですので、丁寧に説明しながらご紹介しますね。そうそう、いろいろね、スーツ造形があるんですよね。まずはガーディアン、スーツ A。うわ、来た、ついにフルカラーバージョン。もうほぼほぼ完成してるんじゃないですか。もう間もなく発売だっけ、3月だっけ。おなじみのグレー服のガーディアンで、いいな。主にこれはトート所属で活躍しているため、顔はトートのグリーン、トートっていうとエグゼイドたちがいる方ですね。単体で完結している無理してる枠的なラインナップですが、ガーディアン用武器ソードダイザーも付属しています。すごいね。税抜き420円だから、あ、いつもより40円高いね。いやでも全然いいでしょう。武器武装状態の、あ、でもこの辺の顔とか腕回りはシールだね。ポージングさせるとこんな感じ。ガーディアンアーマータイプアクションボディセット、総動方式だ。これがありつつ、ガーディアンの種類の多さを最も発揮されるのがアーマータイプのガーディアン。これはクローズチャージグリスと同じようにアクションボディと装備させるクロスアーマーに分割することで様々な形態を再現できると。ほうほうほう。まずこれがベースになってて、クロスアーマー A、 トートだね。まずはトートファウストのシールバージョンのクロスアーマー A、 これを使うことでトートバージョンとファウストバージョンの2種類で楽しむことができると。まずこれがトートバージョンね。ここがトートになってるから。っていうかめちゃかっこよくない？ガーディアンのこのアーマー状態。で、さらに、北斗だね。で、X ガーディアン。でも武装とかは変わってないよね。そうだね。あ、でも武器の色が違うのか。ちょっと印象が変わりますね。ちなみに X ガーディアン。X ガーディアンってなんだっけ？あれか、平成ジェネレーションズファイナルで登場したの、大量に出てきた、財団 X のガーディアンね。ああ、そっかそっかそっか。で、最後にスーツタイプ B。これはなんだ？なんか、服が黒い。最後は黒の服のガーディアン。これはファウストの属性のものが付属。おお、黒服バージョン。なんかガーディアンそんないっぱい派生モデルあったっけ？ラインナップの説明は以上です。ちなみにインターネット等でボックスを購入されている方にご説明しますと、わ、丁寧丁寧。今回のボックス数は8といつもより少なくなっているのですが、ボックス買いした場合はこのようにガーディアンが完成しますと。そっか。まあ、とりあえず僕はボックスで予約しましたけど、これはまた店頭で余分に買った方がいいかな。アマゾンだと1人1個しかね、1人1ボックスしか予約できないんですよ。とりあえずそんなところで、今日、あ、昨日だ。誘導に関して更新されてて、N技師さんの記事も見ましょう。予告する。この記事を読み終わった時、あなたは誘導の発売が楽しみになる。そもそも誘導とは、そう、でも誘導ね、いいんですけど、めちゃシール多いんですよね。そうそうそう、これね。塗装多めにしてほしいな。ただ今回は塗装多めだね。もう見るからに。この辺ボディ周りとか明らかに塗装でしょ？で、シール少なめになってるな。パトレンジャーとルパンレンジャーで、あ、シール少ないね。顔と肩と腕と足のこの辺だ。
最初の誘導がシール多かったからな。380円で価格変わってないかな。ラインナップはアイテムパーツセット7種類目のラインナップにまとめてあります。あー、手首とかも付属するんだ。あー、わかりやすい。前段は成形色、丸と成形色で、ここからシールを貼るのがほんと大変だったんですけど、今段はある程度色分けして、そこからざっくりシールで完成すると、あー、いいっすね。一気に進化しましたね。今回は誘導ならではのアレンジとして、男性キャラクターには控えめながら腹筋や胸筋をつけ太めにしています。おー、すごい。第1弾から一気に進化してる。まあ、これも良かったんですよね。で、女性メンバーは女性的なラインを表現。すごい。スカート周りとかさ、あの外務のさ、マリカのこととか思ったらめちゃ進化してますよね。今のところルパンレンジャーの方が気になってるけど、実際見るとどんな感じでしょうか。とりあえず記事としてはこういうところですが、かなり進化してるなっていうのがわかりますので、これはシール貼る手間も相当少なそう。ということで、ソードビルドラボ関連が2つの記事と誘導が1つの記事更新されておりますので、概要欄にリンクを貼っておきますから、詳しい情報はそちらからご確認ください。以上、今週のバンダイキャンディスタッフブログの確認動画でした。